こんにちは。今日の講義は書籍出来高価格分析の完全ガイド100年以上不変の市場の内側をトレードに生かすです。私は長年にわたりトレーディングに携わってきましたが、出来高分析こそが成功への第一歩であり鍵となるアプローチだと確信しています。本書ではリーディングトレーダーであるジェシー・リバモアやリチャード・ワイコフらが用いてきた伝説的な手法 VPA 出来高価格分析について詳しく解説します。この手法は100年以上の歴史がありながら今なお有効性を発揮し続けているのです。 VPA の核心は出来高と価格の相関関係を読み解くことにあります。出来高は市場の本質を物語る重要な指標で価格動向の裏付けとなります。一方の価格だけではその動きが本物かどうかを判断できません。しかし出来高と価格を組み合わせることで市場がアキュミレーション買い集めなのかディストリビューション売り抜けなのか、さらには売り買いのクライマックスなのか、新たなトレンドの予兆なのかがわかるのです。さらに VPA ではロウソク足の形状や出来高のパターンからプライスアクションを先読みすることも可能になります。支持線や抵抗線の意味合いも出来高次第で変わってくるでしょう。ダイナミックトレンドラインや VAP ボリュームアットプライスなど新たなツールの概念もお伝えしていきます。本書では VPA の理論的な側面から実践的な活用方法まで幅広く解説しています。株式、FX、先物、コモディティなど様々な市場の実例を用いてティックチャートから時間速チャートまでを紐解いていきましょう。 VPA の手法を身につけることで市場の内情を読み解きスマートマネーの動きに追随できるようになります。感情は排除されシンプルなロジックとより良い意思決定が可能になるはずです。 VPA の力を手に入れればトレードは一変するでしょう。市場が動く前にその方向性を予測できるようになるのです。ストレスから解放され本当の意味でトレードを楽しめるようになることでしょう。 VPA を実践することで市場の深部に隠された動きを事前に察知できるようになります。売り買いの駆け引きの中でインサイダーや大口プレイヤーの意図を読み解くチャンスが生まれるのです。出来高の振る舞いから単なる寝頃付けなのかそれとも本格的な値動きなのかを見抜くことができます。これにより無駄なエントリーを避けられ的確なタイミングでポジションを構築できるようになるでしょう。ロウソク足の形状と出来高のパターンを注視することで市場のリズムを肌で感じ取れるようにもなります。強気の買いから売りへの反転、弱気の売りから買いへの転換といった重要な局面での出来高の挙動は極めて示唆に富んでいます。これらのシグナルを的確に捉えることでトレンドの生成や転換をいち早く察知することが可能になるのです。さらに VPA では支持線や抵抗線の意味合いが従来とは異なります。単なる技術的な節目ではなく出来高の集中する領域としての意味を持つのです。これらのラインを出来高の観点から捉え直すことでより確かな含意を見出せるようになります。持ち合いなのか本物のブレイクなのか出来高なくしては判断がつきません。またダイナミックトレンドラインや VAP ボリュームアットプライスのように VPA ならではのユニークな概念も登場します。ダイナミックトレンドラインはトレンドの生成段階から有効なサポートラインレジスタンスラインを描き出します。 VAP 価格帯別出来高は価格領域ごとの出来高の密集度を視覚化し重要な節目を特定するのに役立ちます。こういった革新的な手法を取り入れることで市場の裏側に隠れた情報にアクセスできるようになるのです。本書を隅々までご理解いただけば当然ながらトレードスタイルに大きな進化が生まれるはずです。いつものチャートが全く新しい情報に満ちた景色に映るでしょう。 VPA によって市場の内面が見えてくるからです。感情的な思い込みではなくシンプルながら強力なロジックに基づいた判断が可能になります。あらゆる局面で冷静沈着な姿勢を保ち的確な意思決定ができるようになるのです。感情からの解放はトレーダーとしての自信へとつながります。ストレスは消え去りむしろトレードそのものを楽しめるようになるでしょう。なぜなら市場の次の動きを理解し先手を打てるようになるからです。スマートマネーの意図を読み解き彼らに追随するチャンスさえ生まれてくるかもしれません。出来高と価格の力を手に入れれば核も壮大な世界が目の前に広がるのです。
出来高と価格の関係に着目する VPA は、市場の内情を読み解く上で極めて強力なアプローチです。この手法の根底にあるのは、価格は常に正しいという原則です。価格そのものは単なる値動きを示すに過ぎませんが、出来高とセットで見ることで、その価格が本物の動きなのか一時的なノイズなのかが分かってくるのです。例えば上昇トレンド中に大量の売り出来高が観測されれば、そこで上げ潮が終焉を迎える可能性が高まります。逆に下落が進行する中で出来高が低迷していれば、売り圧力の低下がうかがえ、反発の兆しとなります。このように出来高は価格動向の裏付けとなる指標なのです。また出来高には大口プレイヤーの意図する方向性も現れてきます。例えば上昇が続く中で高値で売り出来高が増えてくれば、そこで一部のインサイダーが売り込んでいると捉えられます。こうした大口の動きを的確に捉えることで、トレンドの潮目が変わる局面を先取りできるでしょう。さらに VPA では、いわゆるアキュミレーション、買い集めとディストリビューション、売り抜けのフェーズを特定することができます。市場には常に誰かが買い、誰かが売っているというサイクルがあります。 VPA を適用することで、この買い手と売り手のタッグを外すことができ、インサイダーとアウトサイダーを見分けられるようになるのです。アキュミレーションとは、大口プレイヤーが徐々に買い集めを進めているフェーズです。この間、価格は上値を更新しつつも出来高は低調に推移します。その後、買いの盛り上がりが現れ始めると、価格と出来高の両方が拡大していきます。そしていずれ買いのクライマックスを迎え、新たな上昇トレンドへと突入していくのです。一方のディストリビューションは、大口が売り抜けを進めているフェーズを指します。最初は値を上げつつ売りが入り、次第に下落が進行していきます。この間、価格は下値を更新しながらも、出来高は振るわない傾向があります。そしていずれ売りのクライマックスを迎え、新たな下落トレンドへと移行していくパターンです。このアキュミレーションとディストリビューションのサイクルを把握することが VPA の核心です。大口プレイヤーの意図をつかみ、それに追随することで市場の本流に乗ることができるようになります。そしてこの対極的な流れを捉えるには、出来高の振る舞いを常に意識することが不可欠なのです。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、私たちの人生の質は知識の獲得だけでなく、身体と心の健康にも大きく左右されるからです。健康でなければいくら知識があっても活かすことができませんし、美容と健康の管理ができていなければ自信を持って人生を楽しむことも難しくなります。そこで今回はライザップ結果にコミットプライベートジムをご紹介いたします。ライザップは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供しており、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にもおすすめです。トレーナーが作成する専用のプログラムにより効果的なトレーニングを行うことができます。また食生活やメンタルのマネージメントにも重点を置いており、健康的で持続可能なダイエットをサポートしています。さらに1日50分、週に2回の無理のないトレーニングを提供し、健康的に痩せ、理想の体を手に入れることができます。このプライベートジムの特徴は、完全個室のプライベートな空間でトレーニングを行えることです。他の人の目を気にせず集中してトレーニングを行うことができ、自分のペースで取り組むことができます。さらに無料カウンセリングを提供し、自分の目標やニーズに合ったプランを立てることができます。そして30日間無条件全額返金保証がついており、安心してトレーニングに取り組むことができます。このジムはリバウンドしにくい体づくりをサポートし、長期的な健康管理にも役立ちます。結果にコミットすることで、自分の目標に向かって確実に進むことができ、理想の体を手に入れることができます。さらに健康的な食事とトレーニングを組み合わせることで、リバウンドしにくい体質を作ることができます。ライザップ結果にコミットプライベートジムは、テレビ CM 結果にコミットするで話題のパーソナルトレーニングジムです。自信を持ってご案内させていただきます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。